プエルト・マレドなどはペルー南東部の都市、ボリビア国境の西55キロのアマゾン川支流のタンボパタ川とマドレでディオス川が合流する地点に位置する。マードレでディオス県の県都である。近くにはマヌー国立公園、タンボパタ国立保護区、バワハソネネ国立公園がある。これらでは世界でも最も原始的な熱帯雨林が保たれ、 三日月湖や製インコなど数百種の鳥が粘土を食べに集まる土沢が見られる。1901年、ペルー政府は国内の熱帯ウリーン探検のための委員会を設置した。ドンフアンビジャルダヒキール探検隊はサンディアからタンボパタ川沿いを遡っていった。一隊は1902年7月10日、タンボパタ川とマドレでディオス川の合流点に到達した。 ビジャルタはそこを、1861年にマドレで、ディオス川を探索し、守れ川の急流で命を落とした、タラポト出身のファウスティのマルドなどにちなみ、プエルトマルドなどと命名した。1912年12月26日にマドレで、ディオス県が設置されるとその県ととなり、1985年に、市政施行された。プエルトマルドナルドは、熱帯のアマゾン盆地に位置するため、 年間を通して温暖湿潤である。年間平均気温は26度で8月から9月が最も暑い。降水量は年に1000ミリ以上ある。10月から4月は浮きにあたる。市外はほとんどが傾斜地に建てられているため、洪水の影響はほとんど受けないが、この時期にはよく陸路が普通となる。寒気は六月から八月である。アンデスから、ハエが吹き下ろしてくると、 数日間気温が8度ほどにまで下がることがある。地元では、この現象は、スラソとか、フリアヘと呼ばれる。主な産業に、木材の切り出し、砂金取り、ブラジルナッツ栽培、造船、エコツーリズムがある。林業については、この辺りはほぼ伐採され尽くしてしまったため、工場が一つ残るのみである。また、ゴムの採取も行われなくなった。ブラジルナッツについては、近年、 欧州連合で制定された法律がこの地域の関連企業を倒産に追い込み、数百人が失業した。先取りは川で、主に男性が小さなチームとなって手作業で行われる。近年重要な収入源になりつつあるのが、観光とそれに付随する造船である。プエルトマルドなどや保護区には、いくつかの観光用エコロッジがある。マドレで、ディオス川の渡し部にかつては、 私船が、クスコから続く、幹線道路とサンロレンソ、イベリア、イニャッパリなどの町を結んでいた。今では、橋がこれにとって変わっているが、混雑がひどい。この地域では、ガソリン価格がかなり高いため、単車が主な交通手段になっている。空路ではパードレ・アルダミス国際空港がある。ブラジルの河口とペルーの太平洋岸の港を結ぶ。 太陽間高速道路構想では、プエルト・マルドナルドは、マドレで、ディオス川の都下点と位置づけられ、長さ722メートルのコンチネンタル橋が、架けられることとなった。この計画は、何十年も前から存在し、工事は、アレハンドロ・トレド政権下に着工されたが、財政難を理由に中断されていた。この遅れが、橋に構造的な欠陥が生じる一因ともなった。 2012年3月までに橋は開通し、トラックを含む自動車が往来している。プエルト、マルドなど付近の高速道路は、天然の熱帯雨林を伐採して建設された。これについて、ペリューの NGO、市民労働協会などの団体は、違法伐採や密漁、もしくは、現代世界とのつながりを持たない、先住民族との衝突を招く恐れがあるとしている。ありがとうございます。